イメイクをしていきたいと思います。でアイホール全体に白を塗っていきます。この上にピンクを重ねていきます。ランでダブルラインを引いていきます。次に涙袋を描いていきます。このピンクのラメを重ねていきます。ベージュで涙袋の影も入れていきます。アイライナーでアイラインを描いていきます。目元がセクシーになるようにちょっとアイラインを長めに引いていきます。ペンシルタイプのアイライナーで細かく調節していきます。アイラインが馴染むようにブラウンをシャドウでぼかしていきます。これはまつり側につけるタイプのつけまつげを選んでいます。アイメイクの最後にマスカラでつけまつげと地まつげをなじませていきます。この上にピンクのアイシャドウを重ねていきます。目と眉毛の間隔をできるだけ狭くしたいので位置は低めに塗っていきます。で次にローズシャドウを入れていきます。次にハイライトを入れます。可愛らしさを出したいので、ちょっと目の下あたりにポンポンと入れていきます。その上にピンクのパウダーチークを重ねていきます。次にリップを塗っていきます。その上にグロスを重ねていきます。私にとってコスプレとは変身するための魔法。